アからとして、ほんで、まあ、日本の連邦全軍士、明治者が、もし襲ってきたら攻撃してもいい、それはいいんや、どこの現実とは見られてるから、そういう時は、様子を見ろ、おいとね、あの、スター・ウォーズとかに出てきたやん、とか、あの、ランボーの怒りのアフガンとかに出てきた、あの、ちょっと太めのヘリコプターや、武装ヘリコプター、重工の、ね、あれを配備してたやん、日本は。こういうことだ。シャンターバッチン並みにスピードが上がるんですね。セッティングして、ああ、その開けて、そう、あれやろ、ヘリコプター開けられるね。ああ、ちょっと、あれやろ、よく命綱みたいなのつけて、これでゴジラを撮影してくれる。ああ、皆さん乗ってるよ、ゲット。ああ、各自衛隊の YouTuber、あれやろ。会場もあるんですよ。あれやろ。ああ、撮ってもいいんや、毎日や。撮影しても OK。ああ、ちょっと体格も見たいんや。基本査定したいんで、ああ、世界中に公開してもいいってなって、思うこった。あの、84で首相やったみたい。ねえ、確証もないのにね、公表したら、こんなん起きるから、あえて言っただけ。フェイクニュース対策。やってたよ。で、ようやく、浜岡の襲撃で、証明されて、そして、ソ連の襲撃。ほんで、なんでソビエトあそこに、そう、ゴジラを探してたんや。最後はゴジラを探すために、あの辺りに行ったんや。最初皆さんびっくりしたよ。なんであそこに、ソビエトの原潜があるの、原潜が誘拐してたの、回遊してたの、そう。そう、普通ね、そこはアメリカの、勢力圏が入に入れんぞ、いくらソビエトの、いくらのブレージ体制下でも、そんなもん、愛にできるわけない。いや、みんなも、よかった。ねえ、あの、東京 SOS、アメリカの再現者やけど、まあ、あれもそうやったよ。ああやって核物質を食べれてやる。こと、八音再現者。そして、サムの、伊方原発、最初から水着に圧力が、こうなるぞ。ニアン大津波の。俺らがやったと宣戦布告した。こうなると津波を起こらないところで津波爆弾を使えば絶対コンスペラス広められる。地震影響がリツイートも広まるからね。フェイスブックやったらもちろん無理。不自然津波に起こらないとかで津波起こるなんて絶対ありえない。こうやって起こす。政治年代試したんや。でも予想通りダメやったの。やっぱりや。ただし現実世界として架空世界では堂々と地震兵器と気象事件について載せられるよ。ただこ架空世界の場合はね、現実世界はそれを載せられる。すぐみんなさ、この昨日の大宮八幡の駅前だ、こういうあれたち、そう急に止まって、なんか日本の医師たちと同じでさ、あいつらクライスアクターじゃないかな。大宮市は言うがないな。もうこの前の長浜の京都の人たちにこういうのはちゃんと掛け声、返事してくれ。本当は返事してくれたら、京都の人たちはちゃんと日本の軍と忍びの関係で代弁してたよ。公安調査庁の労働協議もし、もういいや、与えるから。消防士も与えるわ、構成はあんたら自由や。別にさ、もう倒しろ、クーデターをやっていいよ、ミャンマーみたいにやっていいよ、別に逮捕するって。歓迎するよ。さあ、当たり前で、そんなって言う民陸上自衛隊の連隊長ね、思ってた。じゃあ、こう、さあ、よし、ありがとう、あらためて、なるほど、狂気それで、あんなに批判できた。さあ、計算範囲内でやったってこと、そういうこと。山崎翔平が言ったら、いや、菅総理が言ったらさ、そらそら我々の労働基本権認めてくれ。現役、予備役と退役者だけでも認めてくれ。それと体幹って言うのもやめてくれ。自衛官も自衛隊にしてくれ。患者を退役にしてくれ。予備自衛官で予備役者にしてくれ。ちゃんと言ってるよ。アメリカ軍でもちゃんと即応予備役
退役予備役、退役予備役とか区分があるよ。俺を参考にしてよ。ああ、全然認めない。最初から安心して、こういうことや。認める気もなかったよ。自分たちの独裁のためやったらしい。ああ、ゴミ扱いしてよ。ああ、ゴミ扱い。ああ、前原の暮らしの気持ちが違う。軍部と忍びの代ですよ。関係者だよ。なんで来たのか。やめないと労働基本権が行使できなくて、こっそり非公式の労働組合とか作り上げるみたいな。まあ、そういうことだ。どうしようか。連合に行ってもダメだよ。前々から来るやって知ってたよ。まあ、連合志願の幹部たちも、まあ、電車行くで、まあ、書斎まみれの連中で、まあ、その坊主さんたちも来てるの、そういうことや。もう分かってんよ。なんで急に、なんもちろん立候補する。言ったのさ、もうじゃあ自分の定価者になって逆にから自分と全然改革する気もないから、いいんだね、2回やと2回でしょ、大丈夫、あんたも行くなくて全然行くじゃん。さあ残るおしゃれ、まあ、あの政府党員やから、俺思ったら意外と旧民主党の感じやった。さあ3局員のやつ、ローマクラブ、ビルアバーグ関係深いのやつ、ほぼかってもう見よったよ。逆に言うと田中だけメンツたちが言うふうやったよ。逆に言うと上田予想さんが小泉進次郎、だって小泉進次郎どうでもいいけど、やめて試しに引っこいて西洋案件言ったのさ、もう言ったよ、もう認められんかったよ。出席は認めて入党は認めんかったよ。そういうことだった。一応外国籍にはまだ入党できんかった。確か、ゴルバチョフさんも加盟し入党してたはずやね。どういうことでしょうね。確か書いてる。禁止されてるよな。確か載ってたからね。日本語は見てる。はい。もちろんか。本県ウィキペディア財団の本社がある。アメリカの皆さん、さあ言うわ。これ日本語はウィキペディア。階段書いてる。だから文句だ。ああ、見ずにやる。個別上、めちゃくちゃ。一心者、多めの審査。阪神・淡路大震災。大震災。被害者の遺族たち、あなたたちが証明者。ああ、俺も初めて行ったから矛盾してた。嘘っぱち、あいつの情報を鵜呑みしてるやつだ。ほとんど嘘っぱち。多分この先月のね、達成団1月絶対に攻めって言ってて、バカみたいに、アホみたいに流れてるから気をつけろ、虫食い。まあ、ネット上もないよね。ほっとけ、クモやろ、クモってらバカなのに、ほっとけ。ネットにね、S 字にあれなんかね、もぐり込んでるぞ。あ、自民党員だ。あ、水着はね、水着やられるとこう、テロチーム、テロが現れて、よくあれ、自分が不正選挙しましたって言ったよ。そして自民党やられて、よく献金してましたって言ったよ。まあ、自分があんな民主党叩きしてる、黒幕だった。小泉さん、小泉純一郎叩きしてる、黒幕だった。白状して、自分がテロリストだって言ったよ。世界最高テロリスト、あいつクローン人間じゃないか。どうにかおかしいと思った俺のことですよ。さあなぜか電池消耗してる、充電しっかりしてない、不正アクセスした。さあ教えようか、どこにつながる。この日本で芸能事務所が9割占めてる本社が、分社もね、子会社も含めるほとんどが東京やろ。東京やろ。東京23区、港区と文京区、ここしかねえやろ。自由レコードも、すみません、ホストカンパニーも、青山総理やその事務所も、田口敏郎の事務所も、テリーボーイズの事務所も、キングヨーダーの事務所も、全部東京、文京区か、港区やろ、ここしかねえよ。ああ、そういうことだ。この前行くね、24時間テレビも、FNS 歌謡祭も、日本レコード大賞も、もうね、強制的中心部させる、法的手段、憲法律制定者だもんね、制裁法を導入するわ、規制で済ませようと思ったら無理。今ね、各世界にね、もっと厳しくせんと、ちょっと、これじゃもう、限界やったよ、制裁法を導入しようって言ってん、制裁に導入しちゃうで、ちょっと、規制の厳しい対応。制裁、サンクション。アメリカと西側人が思うんだったら、あれが嫌のって言ったよ。それで国会に来てたよ。
本来はあんまり来られないけど、そういうことだな。あんまり来られないけど、ちょっと芸能問題に詳しかったんだよ。それで呼ばれてないよ、あんまり。忍びの面子、今日こうやってあの七夕書くタイヤの黒幕だって、びっくりやね、こいつら戦うんだ、とんでもないわ。またこいつらもうたくらん、しっかりやん、容赦しね。ああ三島由紀夫決起論ね、世界中やって、ポルトガルもエジプトも、そして最近のミャンマーも何度もやってた。ああいうことだ。あの西側人、中南米のピノチェとかスワルトとかタイのあれは嘘っぱち。そうあいつら全員西側人で、単なるテロ事件。ああ明治維新ってことや。ああ明治維新みたいなことやってて、テロ事件に決まってんやん。あの革命とか勝手に決めて、武力侵略転覆、もうテロです。勝手に決めないでください。もう一五次元のに一つが失礼や。俺たちは労働基本権、どんな反戦のために戦ったってことだ。まあ日本はな、海外撤退しろ、もう植民地の時代終わったって立って、俺で言ったよ。知らなかんでしょ、なんで決起したさ、うん、抗議したよ。まあもっと自由裁判制度、もっと軍隊階級制度増やしてくれ、労働争議権行使したよ。まあストーやったよ、怒ってもたよ。でもね、あんまり韓国攻めないよ。さあこのバカな日本人、なんだとはな。そして官僚と貴族のこれ集団延長、これが原因でこうなった、そういうことで、もうアウトです。玉木兄さんの40と都道府県知事、もうアウトです、アウトです。多分ダメや、もう入れ替えるしかなかった。水月泰造はもう軍事的身柄と、この自民党の滋賀県で幹部全員対応する、絶対抵抗する。昨日との土地も問題だってな、爆撃対象ですよ。あそこ演習所化する。そして昨日の駅は正式に演習場前駅で変更する。この皆川が北演習場へ前駅変更する、演習所化しようって言ってる。よかったアメリカ軍の皆さん、県外視察、こうやってあっち土地余ってるよ、土地改良、爆撃を繰り返せばね、山田兵類に仕方ないんや。警官を別に原発大丈夫やん、こいつは黙るから圧力かけられますよ。まあもしここで原発事件は小戦のほら行けねえよ。まあ在日米軍はまあさあ、あなたたちの労働権を認めるほしい。理由はこうやったらもう俺がしバイデンさんの自由は人気よね、首相にあったらすぐ言うわ。アメリカ軍のアメリカの軍としての労働強権認めろ。まあ止めないが、こういう機械占領事件を起きたい、乱入じゃない、占領事件や。言うぞ俺の入り、テロリスト言われそうな、あの子そんな、あなたたち止めないが革命やってんの知ってる。でも、アメリカの公民権運動も革命って解釈認めるべき、なんていうの言ってたんだ。革命なんだよ、前労働争議やってたんや。よく思ったなんか決めたらテロ事件だよ、自分たちは。特にアメリカの議会選挙はテロ事件という、抗議運動なんだ。俺にクーデター未遂ってことで、ほとんどトランプ3人の公職者不機嫌化したら国民権急迫だと処分だと終戦の行政ネッタ。俺はこういうことだ、日本はもう両面を民主に引く松岡洋介参考人、そして杉浦中央線みたいに、まあ、いろんな人を保護するってことやか。こういうことだ、まあ、外務省は国務省にする。ちょっとあの名義は無理、国内問題も調整したい、年功法調整やめる。それは、まあ、総務省廃止を決められたらさ、外務省は国務省が無理、国内問題も処理できる。まあ、こういうことだ、すげえ年越しみたいなのさ、したね、うん、まあ見つけばね、結構政治人間だな、こいつ結構政治人間だな、意外と感じで英語これはいいんやで、気にしないでいいんやで、いいんですよ、あなたはいい。ほんで、述べするしかないの、あなたも税金や、もうやめなさい、もう俺で海外行こうよ、それやめなさい。日本政治なんて、行く必要ない。あそこのリカさん、もうクールジャパン大使はやめなさい、もういいんや、もう抗議するに、こういうことだ。